ジさん、そうそう、マリモさん、こんばんくまちゃんでございます。ちょっと今日一段と遅くなってしまったんですけど、あと25分だけサクッと配信をさせてください。寝てしまった、危ない危ない。朝お疲れ様でありがとうございます。エジさんバラありがとうございます。ソウさんフルキラありがとうございます。エジさんおはようございます。おはようございますです。ちゃんとしっかり夢を見ながら寝てました。皆さんすっごい深夜やからびっくりしたわ。そうだよね、めちゃめちゃさ本当にちゃんとした深夜なんですけど、ちょっと来てくださった皆さんありがとうございます。ウシーさんハートありがとうございます。私もさっきまでソファーで寝てました。寝落ち組ですね、寝落ち組。ソーさんハートありがとうございます。今見てた夢はなんかめっちゃ現実的だった。普通にライブがあって、なんかライブ終わりにパイプ椅子を買って帰るっていう夢で、ライブハウスのパイプ椅子を抱えて、そのライブしたライブハウスの前を通ってたら、帰り道にめっちゃファンの人がいて、椅子を買って帰るところめっちゃ見られるっていう、ちょっと恥ずかしい夢だったなんでパイプ椅子買って帰ったんだろう。でしかもなんかその後にパイプ椅子を片手で持って帰ってたので、なんかペットショップの前を撮ったら元気なチワワがなんかジャンプして脱出しようとしてて、そのなんかジャンプした瞬間片手パイプ椅子なのに片手でチワワをキャッチするっていう夢を見たよかったよかった、チワワキャッチしたの。そうっていう夢、謎。そうさんとありがとうございます。まだそろそろお風呂にでも入ろうかと思ってた。わっ、この瞬間からのお風呂なかなかね、もうどうしようって迷いたくなる時間からなっちゃうよね。パイプ椅子、そうパイプ椅子をね片手でね一個ね持ち帰ってた、買って帰ってた。謎、何が必要だったんだろうパイプ椅子。わからないね。YouTube 見て面白かった。お、よかったです。今日ね YouTube 更新しましたので、皆さん見てね。今回も初の初 YouTube としては初ない、そう、同じようなことはいつもサイズでやりがちだけど、そう YouTube ファンシャーラーでもちゃんと企画として YouTube を撮影して、そう食べました、いっぱい。現実味を帯びてるのか帯びてないのかわからん夢だったのね。そう、なんかそのライブしたライブハウスもライブしたことないところだったからさ、そうなのよ、大阪にあるんかなとか思う会場だったから
そう、なんかね、ライブしてるとか、あのなんかやってること、やってることはさ、パイプ椅子買うっていうことは現実的じゃないけどさ、そうそうそう、だからやってることとしてはさ、あのそう、なんていうの、あの現実感あるけど、犬がジャンプで脱出できるようなペットショップ見たことない。なんかその一匹だけ、一匹二匹ぐらい、なんかその入り口の前にのちょっとしたカゴみたいなところにいて、そう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 、でなんか通る人にめっちゃ見えますよみたいな、見てもらえますよみたいな感じだったの。でもそこになんかそのお店の人とかいなくって、ただなんかワンちゃんがさ、あの置かれてるっていう状態で、そしたら元気なチワワが、あのそう、私の元に飛んできた。そしたら片手でキャッチした、チワワ片手にパイプ椅子持ちながら片手でキャッチした。これで店員さんに、あ、なんか飛んできちゃったんですけどって渡したでまたパイプ椅子片手に帰るっていう、あのっていう夢。ライブの合間にやることじゃないって、あの帰り道よ、帰り道ちゃんとライブ終わって、今日のライブ終わったってなって、帰り道になんか近くのあのショッピングモールみたいなところでパイプ椅子片手に買って帰ってた。黒いパイプ椅子、何に使うんだろうね。夢でもアイドルしてたのねって。一応うん、アイドルはしていた。明日の深いことになりました。おありがとう、待っております。明日はね、料理食べれるお深いです。でも嬉しいね、あの何、ライブだけっていう、毎日ライブだけのやつだったのか、あ、他だったらやっぱりゆったりお話できる時間にもなるし、まだまだご予約をお待ちしております。そうそう、男気ジャンキーが出てくると思わなかったって男気ジャンキー、皆さんハートありがとうございました。YouTube の話に、あ、YouTube の方か。そう、ライブの合間でした。うん。本当にね、なんかたまにね、何かを間違えてさ、わ、お腹いっぱいだみたいな時はあるよね。あの頼みすぎるプロデューサーがいるんで。はるかさん、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃん、ええ、でも江坂だったんだよ、この間の。でも数少ない江坂なのに、あのびっくりドンキーを食べて、なんかみんなでめっちゃ、え、お腹いっぱいみたいな、やばいみたいな日もあった。江坂あるあるかな。YouTube あったのねって、なんか大好きな、全然全然全然、あの気づいた時に見てください。 YouTube ってさ、あのそのチャンネルに行ったらさ、それがわかるからさ、あの過去のとかも意外とわかりやすかったりするよ。遡りやすい、 Twitter とかと違って遡りやすいと思うから、時間あるとき見てね。
ょっと2回続けて食べるやつになってるけど、でもおすすめのメニューとかもね、紹介してるから、これ私のおすすめのメニューは絶対みんな食べてほしい、好きだったら嫌いじゃなかったら、だから見てね。眠ったけど夜遅かったから返信なかった。あら、しようかしようか、確かに。マリモさんチャンネル登録しときました。お、ありがとうございます。そう、チャンネル登録者数、登録者数も徐々に徐々に増えてきまして、嬉しいなって思うしゅうさんです。ありがとうございます。もうちょっとで600なので、600はい、恋したいなって思ってる。うん、だからでも本当ジャッジ本当に本当にね、始めた時からねちゃんとね増えてて、ちゃんと増えてて、そうは嬉しいなって思ってるんです。見て、いつもね見てください。皆さんありがとうございます。そしてねコメントもね、そうコメントもありがとうございます。コメントねしてくれ、コメントにもねいいね、今日はまだできてないけど多分この後する、そういいねもしてるので、いいねするのでコメントもしてね。コメントと高評価とチャンネル登録、そうよろしくお願いします。その明日は楽しむつもりを楽しもうで、お料理のなんかさ、私さ個人のさ自分のさお誕生日の日にさお料理を食べてもらうさオフ会はしたけど、でもさあれだよね、ファンシーなんかグループとしてさそういう食べてもらうイベントするのが多分ほんと1年数ヶ月ぶりぐらいだと思うので、そう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 、でほんと多分今のさメンバーが入ってきてさやってないと思うので、ほんとねレアなねイベントになってるので、これそうだよっていう方は皆様お待ちしております。何作るかね、なんとなくなんとなくこれ聞いた、これ作るっていうの作れるかな。お料理は不安しかない。それはそう、それはそう。あいち大丈夫かな、ちょっとあいちのお料理知らない人は YouTube 見てね、違いますのでここにいて、いいな深いは、なかなか遠方だと参加でき、なんか急遽とかだったりするから参加できなかったりすることもあるよね。でもさ東京とかでも東京行った時もでもたまにやってたりするので、やった予定があれば参加できたらいいな。ほんとね、なんかやっぱさ、ゆったりさ、展開だとさ、時間が限られてるけど、ゆったりね、お話できるの。時間なので、キングも相性はできない。なんかさ、未知よね、一応さ、
一応さ特大なアユチがいるからさ、お米炊けない子いなかったってさ、お米炊けないアユチがいるから。でも意外とミーさんもさ料理しないらしいからね、どうなんだろう、どうなることですやらって感じなので、ぜひともねちょっと気になるよっていう方はお待ちしておりますということで、ちょっと15分経ったのでランキングを読みたいと思います。もうね2時半なのでね。じゃあ3位がカールイチョウさん、ありがとうございます。12位はズンさん、ありがとうございます。11位がオワタマルさん、ありがとうございます。10位がユウタンさん、ありがとうございます。9位はツルタン、ありがとうございます。8位セノーヒくんおじさん、ありがとうございます。7位はキーさん、ありがとうございます。6位はるかさん、ありがとうございます。5位がムリモさん、ありがとうございます。4位はソロさん、ありがとうございます。3位はシャルルさん、ありがとうございます。2位がブシーさん、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということで遅くなっちゃったんですけど、聞いてくださりありがとうございました。ね、まだ明日も平日だからお仕事の方もいるのかな。明日も頑張りましょう。なので皆さん早く寝ましょう。ではありがとうございました。おやすみなさい。またねー。